このアレッシュを使ってピクルスを作っていきます。この前作ったのがキュウリのピクルスとズッキーニのピクルス、これがすごい、ズッキーニは特に私大好きで美味しいです。で、すごい簡単にできるのでぜひやってみてくださいっていう動画なんですけど、まあこれ結構ラディッシュ、こっちのメキシコではタコスと一緒によく食べて、で、しかもすごい安いし、どこでも売ってるし、こんな感じで切っていきます。こんな感じで切ってます。で、切ったラディッシュを塩もみしていきます。で、塩を入れて、これでバッ揉みます。今つけてるラディッシュですが、栄養素もかなり豊富に含まれているそうです。あと葉酸、これは胃腸の粘膜の再生を助けるそうです。胃腸が弱い人にはいい食材かと思います。あとアントシアニンっていう抗酸化作用も含まれていて、まあ、老化防止にもいいんじゃないかなって思います。あとリパーゼっていう栄養が入ってて、これは脂肪の分解を助けるそうです。ダイエットにもちょうどいい。魚や肉などと一緒に食べると消化の吸収を助ける役割があるそうです。なのでなかなかヘルシーな食材かと。あとラディッシュってこの下の部分だけ食べるように思うんですけど、葉っぱにもかなりビタミンも含まれているそうなので、葉っぱをサラダにして食べたりとか炒めて食べたりとかしてもいいそうです。でね、私まだメキシコにいるんですけど、こうコロナウイルスが始まって一瞬帰国しようかと思ったんですけど、まあ割と日本もすごく感染が拡大して、初期の頃からかなり日本もやばい状況かなと思っていて、まあ、メキシコもだいぶ感染が拡大してきて、まあ帰りにくい状況ではあって、まあ、自分が感染源になって家族とか友人とかに移したら嫌だなと思って、まあ、メキシコに残ることにしました。まあ、特にここでビーチが近いんですけど、ビーチも全部封鎖されていて、閉鎖されていて、ビーチに行けることもなくて、で、まあ街の中もだいぶ人が減ってきて、お店も一家族に一人しか入れないっていう対策がいろいろ取られてはいますが、まだ感染は拡大しています。でも私が今ここプラヤデルカルメンにいるんですが、このプラヤデルカルメンのあるキンタナロー州は結構いろいろ頑張ってくれていて、あのツイッターとかでも結構発信してるんですけど、食料を配ってくれたりとか、結構すごい量を配ってくれたりとかしてるので、あの、まあ、お金を配っている感じではないんですけど、まあ、そういう助けみたいなものはあります。まあコロナが終わればまたちょっと一瞬日本に帰ろうかなと思ってますが、いつ終わるかわからないので、まあ引きこもってこう料理をしたりとかしております。あと最近はマスクを一緒にみんなで作ったりしてます。で、今いるのがアルゼンチン人のオーナーがやっている宿で、ボランティアみたいなことをしてるんですけど、そこで結構大きい公共用ミシン、シンガーのすごいちゃんとしたミシンもあって、それでマスクを作ったり、こう写真を撮って売り出したりもしてるんですが、まあ、そんな日々を過ごしております。はい、水が切れてこういう感じで容器に入れました。ここにいるのはゴンザです。Where are you from? Hola, hola, Argentina. Argentina. Saludos. ゴンザです。何だっけ。そうして今、
こういう感じで、ビネガーお酢とお酢は普通のホワイトビネガー、こういう感じでどこでも手に入ります。ホワイトビネガーと適当なハーブとあとブラックペッパーを入れてちょっと煮立たせて、それをここに入れます。それだけで終わりです。そう、チキン、ケコシナス、チキンアラパリヤ、チキンアラパリヤ、グリル、グリル、チキンインザグリル。 You're gonna put it where? With this in the grill. Like that? Yes. No, look, this is broke. I see, I see. Ah, that's good. Argentinian food. Food? Nice. In the grill. Oh, nice. In the grill. Nice. 煮立たせた、ピクルス液を入れました。これで、まあ、24時間ぐらい漬けます。以上です。はい、いかがでしたでしょうか。ピクルスの作り方、漬け方でした。普段はこういろんな遺跡とか行ったり、こう今結構ずっとメキシコにもう8ヶ月ぐらいいるのかな、もうちょっといるかな、まあにいて、こういろんなビーチに行ったりレストラン行ったりとかしてそれを紹介してるんですけど、さすがに今は全部閉まっちゃってどこにも行けないので、こういった、まあ、メキシコで生活してどんなことをしているかとか、まあここに入る食材でどんなものを食べてるのかっていうのを、まあ、ちょっとずつ紹介していければいいかなと思ってます。はい、ではまたねー。